はい、どうもルーでございます。スーパーロボット対戦 DB です。はい、昨日から、2.5 年アニバーサリー SSR 2枚確定レアガシャ第2弾が開催されました。こちらが、支援型とあと必殺技型の2種類あるということです。で、お一人さんは20体まで結構いっぱい回せるね。で、しかも特殊スキルオーブのかけら50個付き、特に優勝のみとは書いてないよね。はい、石が、1653、まあ、ちょっと長い動画になるかもしれないです。おお、すごい、マジンガイザー投資力ビームマップ、おお、ツーエイヤールールキャノン、ああブラストワン、これって新しいのかな。ウィンザード使ってないから分からない。ああ、じゃあ、ね、グッドザード、はい、これが、アレクサンダー、アレクサンダー、これが確かアルドロンガンダー、これが2カ月前、そうだね。はい、さらに、ホーステッパーアップガチャでグレートブースターとマッハトリックが、断裂音がね、あるからね、結構気になるところがあります。これが断裂音のチェインデカッパーと、R1 のランダムショート、で、ブラックホールクラスター。なんかもう結構、あれだね、OG 系になると、もう本当、定番ですね、ブラックホールクラスター。レアクションってすごいいっぱい引けるな。まあ、ちょっと1本でやりますよ、ね、これもあるし、メッセージある1本確定が出てくるんで、で、これも60連。あ、これは、SR 確定ガチャはスルーします。で、SSR 確定ガチャもスルーします。そういう感じでいこう。はい。じゃあまずは無料の反発ゴーゴーゴー。ちょっとあれだな、 iPad のあれが、あ、違う、
ら読めないかな、分かんないけど、うまく動作しない方がいい。ほっ、これを SSR 引く前に、こっちのチケットガチャを押した。あっ、来た。さやか、熱い決勝。死に方か。面白いの出たわ。あとはアームストロングカノン、これはそうだね、内蔵のやつね。よっしゃい。お、また来た。オッケー。さあ何が出る。新しいので嬉しい。多少でかぶって、そろそろかぶってもいいんじゃないかな。レイナ、V マックス発動。レディー、レディー。難しいんだよね。なんだろう、たくさん出てもさ。どれ使えばいいんだってなっちゃうときってあるじゃないですか。あー、覚醒時1号か。これはあれですね、なんとか展開ワウワイが赤い。今見ればよかったな。どうかな。おお、2が出たの。ベルブルナイ、あ、これ違うアリクサンダーだ。おお、なんだ、上がってる。ベンダミー、黒ブラックは使ってるの。ありかもしれない。ありかもしれないけど、かなりいい、いいと思います。だって、新しいものなしだと、大体陥没してるんで。はい、ナイトキー。メイマックス。これいく。行ってみる。おお、すごい出た。クロスネージアタック。わあ、3つ出たんだ。あ、発空砲連射、アルバトス効果できますね。グシオン、なるほど。オッケーでござる。あ、結構いいんじゃないかな。
ぱり戦なんていうかな、やっぱり芸術戦とか討伐戦とかやるのにたくさん機体必要ですからね。それが戦えるようになればさあ、ウィンザードの持ってない。20回できるって言うけど、どうしようかね。一応10回できるんだけどね。お、2個出た。なるほどね。あ、もう1個あった。再フラッシュ。以上確定だからね。もう一個出てるとは思わなかった。はい、まあでも正直言うとバルブレイブのワンとの期待はある程度は持っているので、強化できるかな。ジャスティスはわからん。どうだろう、どのくらい持つかな。とりあえず1回3回引いて支援を進めたい。もうダブルドラゴンハンガー2つ。お、新しいの来た。しっかりしろ、ルキのサキ。あなたはスターでしょ。まさかハットじゃなくてサキのとは。マジか。でもこれ入れればひらめき使えるからね。ありっちゃ。さあ3回目。よし、いっぱい出た。よし、おお。ショーなら勝てるわ。いいね、ミルバイン。ミルバイン。やっちゃえ。結構育ててるからね。でもちょっと一回装備足んなくて、戦線から離脱してるんだよね。だからオーラー。オーラーソードライテムが欲しい。おー、来た。ありがとうございます。アキト、私も一緒に行くよ。これはありがたい。カミユか。4個出てんじゃん。すごっ。これが、あ、これジャスティスなの。これがサイコガンダム。サイコガンダムなー。
これはこれでいい。あとはもう本当残り全部引いてオーラーソードライフル出ることをちょっと祈りたいね。ラインナップの中あるよ、これなかったらビビる。まあ、どうせ確率一緒だからオーラギリ以外、あとはガオガイガンの2だけどで持ってないかも忘れて分かんないけど、別のジーグ、ジーグ揃ってないし実体改造もしてないから使えない。これも欲しかったんでね、嬉しいっす。ラストめっちゃ引いたわ。いやでも
ってるかって。最後に。残念。このホローボルトブレイカーは2個出たね。はい、というわけで、まあ今回はまあそこそこ良かったかな。うん、そこそこで。開催期間はまだあと11日あるんで、まあできる限りしためて、もう一回チャレンジできたらなっていうふうには思います。チケットの方でまだ引いてないのもあるんで、あれイベントで貯めれば、まあまず SR 以上確定が 10枚以上になると思うんでね、はい、頑張っていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ブーでした。バイチャー。